テツオナジタは、アメリカ合衆国の歴史学者、シカゴ大学、ロバート・インガソル記念講座名誉教授。専門は、日本思想史。ハワイ出身の日系人。両親は、広島県出身。グリネル大学を卒業。ハーバード大学大学院修士課程、博士課程を経て、1965年に、声優界の研究で博士の学位を取得。卒業後は、カールトンカレッジ講師、ウィスコンシン州立大学講師などを経て、1969年よりシカゴ大学歴史学部で教鞭を取った。1993年、アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。米国のアジア研究協会の会長も務めた。2021年1月11日、病のためハワイの自宅にて逝去。江戸時代の日本思想史研究で知られ、同僚のハリー・ハルトゥーニアンやシカゴ大出身のビクター、コシマンなどとこの分野におけるシカゴ学派を形成したことで知られる。A.B. テツオナジタさん死去、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年2月11日閲覧。ABCDE テツオナジタ。アソシエーション・フォー・アジアン・スタディーズ。2021年2月11日閲覧。ありがとうございます。